明けまして、おめでとうございます。急遽、動画を回しておりますが、去年はねたくさんの視聴者さんに見ていただいて、おかげさまで8万8000人着地ということで、今年は念願の銀の盾を目指していきたいかなと思いますけども、どうですか？去年の今頃はね、生きていけるのかという、ね、感じで、まあ、コミュニティの方にも、年末に挨拶で書かせていただいたのですが、まあ、今もギリギリの状態で生活はできているけど、バンライフが続けられていて幸せやな。今年も頑張ってバンライフしながら、日本のいいところだったりとか、まあ僕らのね、エンタメ要素、まあ、相変わらず番狂らしくありのままで、行きたいと思いますので、はい、年末に、まあ、小娘ちゃんちょっと車やらかしましたね。てんてんてん、テールランプがぶっかけたので、まあ、それをたまたま、まあ、いろんな人の視聴者さんとかね、みんな仲間が、あのって禁止、仲間が、まあ、助けてくれて、愛知県のところで安く同じテールランプを買えたので、それを取り付けて、ついでにもう愛知県にいたので、年末だしもうこうなったら急遽番狂らしく年に一度の三重県の風物詩パチンコ俺の家と行こうじゃないかということで行ってきました。結果は後ほど改めて出しますけども、まあ番狂らしい結果です。今僕らはそんで当初予定してた道の駅鮎の里矢田川に向かっております。あちらでおじさまたちが、じじいたちが待ってるということなのでね、番狂は。さっきはじじいせのおじさまになったり今向かってる最中の、サービスエリアですね。2023年ルイパチの方向道道、いきなり、俺は今年は皆さんのおかげで8万人いったから、8キロダイエットします。8キロダイエットする。紅白でね、ハイド見て、ハイドあんな年の取り方したいなと。ルイド、ルイド、東京の風を身にまとうあなた。今年は、今年こそオフ会を開催したい。実際たくさんコメントくれる人やいいねしてくれる人もいっぱいいる。で、本当にうちらのことを好きって思ってくれてるファンの方たちと実際生でお会いしたい。生で会って生小娘を見て、みんなで乾杯して楽しくお酒飲みたい。そういう時は前もって皆さん、テントなり車中泊できるキャンピングカーなりをレンタルして、持ってる人はいいけどね、でキャンプ場とかどっかでオフ会しましょう。小娘の抱負は、携帯だもんね。頭のキャパをちょっと増やす。去年はいろんな人に会って1年で。本当濃かったね。ハッキングもあり、いろんなことがあった。いろんな人とも出会った。で、まだ出会ってない人もたくさんいる。うちらが少ない時から応援してくれてる人で、やっぱそういう人だとも会いたい。会ってステッカー渡して、いつも応援ありがとうって言いたい。でこの先もよろしくと言いたい。そこへの熱がすごいんだけど、栃木のショッピングセンターでさ、声かけられたもんね。レイパチさんっつって走ってきて、あの夫婦、宇都宮で初だもんな、声かけられたの。嬉しかったよね。毎回コメントくれてる人もそうだし、やっぱりね、皆さんに支えられて
思いました。そもそもなんで車をぶつけたの。ルイちゃんと喧嘩してルイちゃん逃走して追いかけたら追いかけて切り返そうとしたらぶつけた。で俺は追っかけてきたから走ったら重くそ転んだ。雪で氷か。長野の山奥だからなんかサイドミラーでひっくり返っちゃったマジで締めも頑強らしく喧嘩したい。車ぶつけたよねお前が。楽しい言葉をね基本的には YouTube で発信していきたいし、みんなにハッピーになってもらったり、なんかコメントでその落ち込んだ時にワンライフ今日の動画を見て笑顔をもらいました、この1年もとかってくれた人もいて、楽しい動画をお届けしたいが、もちろん生活してバンライフして2人でいる間に24時間一緒だからね。苦しいことも辛いことも、まあ、人間だからイライラもある、喧嘩もあることもありますが、喧嘩してる時に限ってカメラ回ってないことも多いよね。全面モザイクになるかもしれない。こんなんだ。視聴者さんたちもね、うちらを見て思うと思うんだけど、やっぱりこうやって一緒にいれるには秘訣として早く仲直りする。俺もうこっちが 100% 悪くてムカついてても、もうなんかその空間でずっといんのが嫌だから、おいでっつって仲直りって、はい、大きい喧嘩の時は1日かかるけど1日だよな。生きてる時間は皆さん一緒ですから。そう、全人類。そう、それをハッピーでいたいやん。そう、そうそうそう、泣いて笑う、泣いて過ごすも一緒、笑って過ごすも一緒、笑って楽しく過ごした方がいいやん。けど2人で生活してて笑って過ごしていたいからと、こう我慢をしてたら絶対この生活は無理で、まあ言いたいこと言うかね絶対に無理やん。たまにカップルさんにもすぐ仲直りしてるのをなんか私たちも取り入れたとかね言ってもらえたりするんですけど、それは本当に2022年の一文字は、漢字一文字はやっぱり今日だよな。思った、俺の今言おうとしたクルーです。今年の抱負はさ、やっぱもっともっと綺麗になることじゃない。美容シャンプーも俺らはもうノンシリコンのシャンプーとかも使うようにしたんだよね。去年もね、こう出したい動画っていうのはいっぱいイメージはできてたけど、ほんとなんか新しい経験で全部が、だからもうほんと手探りで必死になんか追いつこうとしてた自分たちのね今ペースト今で出てるので、9月末ぐらいの動画、9月末ぐらいに10月ぐらいに9月末から10月にかけての多分動画で2ヶ月ぐらい遅れちゃうんだよね、リアルから。リアルで静岡キャンピングカーファンフェスとかは出してたりするんで、まあ飛び飛びなんだけど、今元旦で向かってる最中に撮ってるけど、これも編集して今日か明日出すんでしょ。とりあえず2023年も万強らしく頑張っていくので、皆さんよろしくお願いします。今年もいっぱい喧嘩して仲直りしような。こんな感じで、終わります。冬に向けての冬の動画、今年はボードとか行きますから、もう小娘と俺の2人分のボードとか全部積んでるんで、あと新しい車リフォームした、めっちゃ喋りたいことある。万来今日よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。いいお正月休みを過ごしてください。矢田川にいればいるからね。矢田川に来ればいるからね。あゆのさんと矢田川に来れば。